はい。皆さんこんにちは。ワダルグルビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、タツマミ編コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッションの17、米海軍有水の名潜水艦艦長、ジョン・アレキサンダー・ベイツ大佐が指揮する潜水艦隊に挑むということなので、対潜水艦戦を想定した戦いになりそうですね。さらに、境界によって閉鎖された北極海が作戦区域ということなので、ミサイル系はちょっと使えなさそうなので、魚雷に持っていく装備を限定していきたいと思います。ミサイル系は全部下ろしましょう。なので、まずトマホークもまあ0本。結局撃てないんでね。シーランスも0本という形で、基本的にはマーク50対潜水艦専用の魚雷。これを多く持っていきます。まあ、36本。デコイを8本。カッターも4本ほど持っていきましょう。これだけあれば十分かなと思います。では、出撃しましょう。まあ、いかんせん、ヤマトと比べるとですね、艦の能力自体が低いというのもあるので、先制攻撃、これがね、どうしても必要になってくるので、敵の発見に、まずは注力をしていきます。撃ってきたな、いきなり。向こうから撃ってきてる。こっちは、まあ、いきなりですけども、デコイを撃って、回避しましょう。デコイに引っ張られてくれればいいんだけど、引っ張られてくれた。そしたら、向きを変えて、こちらも攻撃をしていきましょう。アクティブソナーを放ちます。いた。この距離か。近いな。さらに撃ってくるか。こちらもデコイで応戦です。OK。かわした。そしたら、今度はこちらが魚雷をお見舞いします。まずホーミングで一発当てましょう。距離が近いので、早く撃ちたいですね。ああ、向こうは優先式だったんだな。よし、命中。ん?この近さでもダメだったか。ちょっと距離あるかなと踏んだんですが、残念ながら近すぎるという話でしたね。一度すれ違って、さらに魚雷撃ってくるか。敵の魚雷を撃ってくる、密度が濃い。しかも優先式。食らったー、直撃だ。この辺りは敵の方がちょっと上手な感じがしますね。デコイにするべきか、カッターにするべきかで悩んでるところで、今のところ外してしまってるんで、まずは周囲の敵を排除して体勢を立て直したいですね。かわされた。ゼロ距離から撃ってるので、連発していきましょう。魚雷1本では沈まないのが分かったので、2本差しでいきます。命中。2本当てれば沈みますね。まあ、ただ、ちょっと今回も距離が近すぎて、こちらの艦首にダメージを受けてるので、これ以上ダメージを受けると、ちょっと危ないかな、という感じがしますね。では、優先魚雷。ここも2本差していきます。速度は、停止。さあ、当たってくれよ。カッターで外されたかな。ちょっと急いで撃ちたいので1本で行きましょう。ここも優先魚雷。外した。さすが。有数の潜水艦乗りというだけあって、強力ですね。さあ、これは当たる。命中。そして、ここの
位置関係だと敵はカッターが使えないと思うので、優先魚雷でとどめを刺します。かわしてくるなぁ。ちょっと思ったよりも早く魚雷の消耗が来てますね。じゃあ完全に停止してる状態から魚雷を撃ってますね。命中。まだ沈めないのか。かなり耐久が高いな。いや、これ、ちょっとこのスケートを、というね、今目の前にいる潜水艦。これに付き合ってると魚雷の消耗が激しい。ここはしかも当たらないパターンだよね。当たって外して、当たって外しての繰り返しなんで。当たっても沈められないとなると、魚雷ばっかり消耗してるので、ちょっとこの先、戦いが長引くと心配ですね。まだ沈まない。本当に？めちゃくちゃ耐久力高いな。ちょっとこのままだと、魚雷が底をつきそうだな。しかも今度はカッターで外されるっていうパターンね。ちょっと考えもんだな。二本刺しでとどめを刺そう。もうホーミングの二本刺しですね。これでようやく撃沈しましたね。いや、艦のダメージもそうだし、魚雷の残りの数も含めて、ちょっと戦いが不利になりそうな感じがします。では、作敵に移ります。なに？この距離でもう敵が潜んでるのか。早いな。カッターが間に合うとも思えないけど。かわした。よし、横を向いているのであれば、ホーミング魚雷で、ホーミング魚雷でとどめを刺したい。いや、優先刺していこう。敵の方が魚雷撃つのが早い。食らったー。結果的には優先魚雷にしといて正解でしたね。日本雑誌。スティングレイ。撃沈。さらに、もう一巻この辺りに住んでたと思うんですけどね。違う。回答しよう。槍に回答。この辺りにいるはず。いた。先に撃つ。今度こそ先にホーミングをぶち込みましょう。うん。これが敵の機関。思いのほか早く見つけることができましたね。そしたら追撃用の優先魚雷も撃っておきます。衝突コースに入ってる。命中した。持ち出す。撃沈。いやー、この狭いところに取り囲まれて、かなり、艦のダメージも増えていく中、魚雷も消耗しましたが、なんとか勝ち切りましたね。おー、ミッションランクが S だ。これは敵の撃沈得点ですかね。69000点取ってます。
というわけで、今回少し短めですが、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。ちょうど子供がですね、熱を出して保育園を1週間ほど休んでまして、なかなか動画の更新が滞ってしまったんですが、無事に元気になったので、保育園にまた行き始めてます。では、また次回ですね、動画を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。